皆さんお疲れ様です。ゆういです。今日はですね、視聴者さんからリクエストいただきました。遊戯王カードが盗難されたという事件についてどう思いますかっていうことなんですけど、記事を確認してみますと、遊戯王カードコレクターが被害総額1億円ということで、4週間前ぐらいですかね、話題になったんですけど、記事の内容を確認しますと、SNS で犯人特定されたみたいで、まあそれでその方の家に侵入して盗んだみたいですね。これの記事のコメント欄を見てみますと、ザマン、1億円はやばすぎる。もっと警備しっかりしろよ。自慢なんかしてるからだよ。盗まれたの、僕です。いや、私です。いや、俺だ。といったコメントが相次いだんですよね。これについて思ったのが、被害者は、いい勉強になったんじゃないかなって思いましたね。なんでかって言いますと、僕も小さい時、遊戯王やったり、デュエルマスターズやったり、まあ、いろんなカードゲーム流行っててやったんですけど、必ず盗むやつがいるんですよね。僕も実際盗まれそうになったことがあったり、実際盗まれたこともあったりしたんですけど、まあ、その時に盗まれないように試行錯誤したり、すごい警戒したり、いろいろと考え、経験積んでいくうちに、免疫がついたんですよね。雰囲気とか、あ、こいつ盗むなって、分かるようになってくるんですよね。そしてどうやったら盗まれないかとか、子供ながら分かるようになっていき、その経験が大人になっても生かされて、被害に遭わなかったりしていくんで、この方は今までそういった経験がなかったのかなって思いました。なのでここで、まあ被害に遭ってしまったんですけど、ポジティブ、プラス思考に考えて、どうすればこれから盗難されないのかとか考えて、またカード集めしたらいいんじゃないかなって思いましたね。僕は何回か盗まれそうになったりした時、遊戯王カードで死のデッキ破壊ウイルスっていうのが当時めちゃくちゃレアで、ゲームボーイのソフトについてくるカードで手に入りにくいカードだったんですけど、いろんなやつが盗みに来ましたね。本当に年上、年下、いろんなやつ。まあ住んでるところもちょっとやばいところだったんであれだったんですけど、まあいろんなやつが来て、遊戯王やってる時にそのやつが取られてしまったんですけど、帰る気が気づいて、普通にそいつ帰ろうとしたんですけど、帰る前にカード見せろっつって、全部探して会った時に切れちゃったっすね。なので、この方の気持ち、まあ被害額は大きいですけど、まあ、わからなくはないので、ぜひとも犯人を捕まえてカードを取り戻す旅に出てください。この盗難事件いろいろ調べたんですけど、犯人がちょっとバカなんですよね。盗んだカードをオークションに出したりとしてたので、まあ今はもう公開されてないんですけど、まあ犯人がちょっと頭悪い方なんで、見つけて捕まえられるんじゃないかなって思いました。なので、あなたの本当のカード集めはこれからです。そして犯人見つかりましたら、さらしちゃっていいっすね。